はい、どうも皆さんこんばんは。大神さんでございます。ということで、今日はですね、こちら今日ここ行ってみようかなと思ってここに来ました。 Days and Sea、ね、読めねえこの間ね、この間ほら井戸があるね、井戸がある家、地下空間がある説みたいな、それここなんですけどね、それがこの家なんですけどね、この家の裏の井戸から地下空間探検に行ったんですけど、まあそこの橋渡ってすぐのとこですね。ここにね、これ工場かと思ってたんですけど、来てみたら工場じゃなかったですね。なんかね、また違う家でした。なのでちょっとここに行ってみようかなと思いますね、今日は。なんでしょうね、アパートみたいな感じ、集合住宅みたいな。でね、ゾンビはいますね、こう普通にいるけどなんか落としてたね、普通にいますけどね。ちょっとね、 AK の弾がなくなったんで、今日はショットガンなんですが、めっちゃいるね、ちょっとね、めっちゃいるね、ちょっと怖いな、怖いですね、ちょっとね、走って来られるとね、ちょっとショットガンきついんですけどね。走ってくる？走ってきそう？そうでもない。やられた、やられた。当たんないね、ショットガン。ショットガンあんまり当たんないね。お前も走ってた。当たるときと当たんないときがあるのかね、ちょっとよくわかんない。こっちの部屋からもう出てきちゃった感じね。うわ、鳥邪魔。どさくさに紛れて鳥まで来やがる。マジか。あ、ここにもいるじゃん。お前どっから来た？裏から来たのか。裏か。ショットガン強いんだけどね、これ。ちゃんと当たってくれればね。ちゃんと当たってくれれば、こう雑魚ゾンビが一撃なんですけど、ちゃんと当たんないことがちゃんと当たらないことが多いね。ここなんで穴掘れてんの？誰か爆発したのかな。寄りすぎるとダメなんでね、程よい距離感を程よい距離感を持っていかないと、だいぶやられちゃったね。まあ自然回復するようになったんで、しばらく我慢してればね、多分回復するでしょう。眩しいかな、これ。眩しいか、まあいいか。ということで、だいぶみんな出てきちゃった感じ。外から見てくる？もういないかな、誰も。プールがね、ありますね。プールがあって、あ、ここ空いてるね。上にも行けるけど、こんな感じね。結構部屋いっぱいありますよね、ここね部屋だけはいっぱいある。ここ開いちゃってるけどね、ここ行ってみようか。繋がってんのかな。繋がってるわけじゃないのか。繋がってるわけじゃないんですかね。ガチャン、アンロックじゃない、アンロックだ。ショットガン割ときついんだけどね、大丈夫かな。 OKOKOK。 2部屋ぐらいしかないんですかね。で、そんな感じですね。そんな感じ、そんな感じ。何声がする、外だなあれ。あ、いた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 。これ当たるかな。当たんないか、当たんないか、当たんないね。あ、怒っちゃったこいつのパンチは当たりそう。あ、なんかここ空いてる。 OK、 OK ですね。よいしょ。ということで、順番に見ていこうか。向こうも空いてない、空いてるところから見ていこうか
構空いてたよね。誰か出てきたもんね。ここそしてなんかレジがあるんだけど、誰かいる？ヘビか。あ、ヘビだね。ヘビも貴重な食料になるからね、これね。ヘビも貴重な食料といえば貴重な食料なんだ。ここ空いてますね。誰もみんな出てきちゃったかな。とりあえず出てきちゃったみたいね。ケースがありますね。おっと、ブラス入ってた。ラッキー、ブラスラッキー。突撃。レジみんな開いちゃってるじゃん、これ。ダメだな。レジにはされないね。お金はちょっと手に入らないか。で、この棚も開いちゃってるじゃん。棚も、あ、金庫あるじゃん。いきなり金庫あるわ。金庫開けましょうか。金庫開けていこう。よっしゃ、開いたぜ、開いたぜ。しょぼしょぼすぎないそれ。ちょっとこれはちょっとしょぼいでしょ。まあいいか。しょうがないね。うん、よいしょ。じゃあ次々行ってみましょうか。まあ部屋はいっぱいあるからね。ここも開いちゃってんじゃない。ここも開いてるね。ここも出てきちゃった感じかな。服ね、服があって、奥はキッチン、トイレ、キッチンとトイレ、まあ、そういう構造なんですかね全部で。冷蔵庫で蓋してあった。あ、ビーカー入ってた。レアだね、ビーカーね。まあ、これはいらない。クロスボウの弾が、弾っていうか矢が、さっきも金庫に入ってたけど、この地域ではクロスボウが流行りなんですかね。クロスボウ使ってないんだけどね、俺も全然。最初の頃だけかな、使ってたの。普通の弓の方が眩しいねこれ。ショットガンにねライトつけてるんで、ヘッドライトと合わさってめっちゃ眩しいんだよこれね。ライトダブルになってるんで、ね、ヘッドライトあるからこっちにライトいらないんじゃないのって言われそうですけど、まあいらないんですけどね、ぶっちゃけね。いらないんですけど、つけるもんないからつけてるみたいなね。とりあえずスロット余ってるんで。ここ誰もいないのかな。ここに出てこなかったの。あ、いないね。その奥か、いるとしたら。いるとしたらここか。アンロックじゃん、これ。開いとるやないか。あ、いない。あ、これ何？ガラス？シャワー室？今まで気づかなかった。え、さっきの男もあったっけ、これガラス。気づかなかったな。なかったような気がするけど。まあいいか。まあいいや。うん、まあアイテムは多分いっぱい手に入るんじゃないかなと思って、一応トラックに乗ってきました。いっぱい荷物積めるようにね。うん、今日はトラックで来てます。なんか珍しい、あのなんだっけ、ステロイドじゃなくてね、あれがあんまり最近手に入ってなかったんですけど、誰もいないのかな。あ、でもあそこ壊れてるね。叩いた跡があるんじゃないの。そこ叩いたんじゃないの。ワンロックだ。いるとしたらこっちでしょ。あ、いないわ。あ、そしてガラス、やっぱガラスあるんだねここね。水道が真鍮ならもう言うことないね。ああ、なんかいいね。バンテージ入ってたわ。で、ここ最後か。とりあえずガラス、ブルー、ガラス、ロック、
自販機、あ、自販機じゃねえなこれ。ああ、はい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 、ちょっと開けていきましょうか。じゃあ鉄か、から木鉄か、あ、なんか違う、コインランドリーだ、コインランドリー、コインランドリーじゃないか、コインじゃないかもしれないけど、洗濯機がある。まあ服別にいらないんだけどね、服そんなに欲してないんだけど、眩しいめっちゃ眩しい。このライトは本当になくてもいいんだけど、でも他につけるものがないんだよね、もうしょうがないね他につけ、これを消せばいいのか、これでいいやん、これでいいじゃん別にね、つけなくても。間違えたまだ間違えた、これじゃあ1番だ。ちょっと待って、今打っちゃったからリロードしとこうか一応ここは誰もいないのかな、いないね、いないね、意外と人いないね、さっきだいぶ出てきちゃったけどね、でもそんなめちゃめちゃ出てきたわけでもない、眩しいな、なんかえ、これもライトついてんの違うよね、眩しいまあいいか、めっちゃ眩しいな、でもこれ消すと暗いもんな。え、ちょっと待って待って待って、ああでもそんなもんなのか、そんなもんか、どっちだどっちだ、こっちか、いない、プラス入ってたラッキー、プラスはラッキーだね、やっぱね、真鍮がどうしても不足してくるんで、プラス入ってんのは、ああ取れない、これバラすか、これバラして、まあ、この辺もいらないね、もうね、服はもうほんといらない、服困ってないか、全然バラしたい、バラしたいバラせないのか、何に時間かかってんだ、あ、いけるじゃん、だっていけるでしょ、いけいけ、バラせバラせ、それでもでもこんだけしか空きがないのかきついな、あーいいねいいね、なんか医療品がいっぱい置いてありますね、ここね、医療器具が、医療器具、薬とかね、包帯とかね、ここ開いちゃってるね、開いちゃってますね、アンロックだ、誰もいない、閉めちゃった、このキンコンカンコンって鳴ってるのは BGM ですね、 BGM じゃねえか、効果音ですね、ゲーム内のね、うん、リアルで鳴ってるわけじゃないです。レンチも結構、さっきもレンチあったしね、だいぶ狭くなってきたな、これいらないな、ブラックレザー、これアルコールか、なるほど、壊しとくかちょっと待って、あそこも壊したいね、これも壊したいね、 OK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 で、ここはここでまたあれか、閉まってんのか、誰もいない、誰もいなくて、これアンロックじゃない、やっぱりこんなに塞いであんのにアンロックっておかしいよね、誰もいない、でガラスはもらっとこう、一応ガラス生成できなくなったからね、コーヒー、包帯、釘とかいらないな
釘いらんな。包帯もいらないけどね。包帯もいらないって、まあまあ、後で捨てるんなら捨てちゃおうか。でここはさっき入ったよね。うん、ここさっき入りましたね。こっちゴミ箱ないんだ。やっぱここガラスはあるんだね、やっぱりね。ガラスもらっとこう。うん、はいはいはい。じゃあ2階か。はい、 OK、 OK ですね。2階行きましょうか。じゃあなんか部屋いっぱいあると思ったけど意外と早いかもね。3階があるのか。でも構造が簡単だから意外と早いかも。誰もいない、誰もいないね。ここいそうじゃない、あれがあるからいないわ。あ、いなかった。コーヒー、あ、こっちのバンテージはいいね、回復するやつね。うん、でも、 もう自然回復するようになったんで、もうダメージもすっかりなくなりましたね。ここは、ここもロックされてんのか。一応叩いた跡があるってことは誰かいるのか。そういうわけじゃないのか。あ、いないね。これアンロック、これアンロックだね。中のドアはだいたい開いてるんですね。外は閉まってるけどね。誰もいない、誰もいない。お、フォートビッツフォートビッツじゃなくて、うん、なんかそんな感じのやつだよね。もうちょっとでも持てなくなってきたな。一旦置いてくるか。一旦置いてきましょうかね。意外と誰もいない。いや、意外と誰もいないね。ここ開いてんじゃないよ、しまた。開いてる、やっぱり。意外と誰もいない。もう全員出てきちゃったのかな。いや、全員出てきたにしたらちょっと数少なかったねわざわざ壊すまでもないね。ちょっとね、全員出てきたにしてはゾンビの数少なかったですね。あ、ここはドアないのか。ドアないですね、ここ。ここはアンロック開いてる。いない、いない。おお、クロスボウの矢はいっぱいありますね。意外と手に入るんだな。ただまあ使わないけどね、クロスボウね。使わないんだけどな。いないのかな。いないっぽいよね、誰もね。どう、ここ洗濯機洗濯、あ、ちょっと配置が違うだけであるものは一緒なんだね。ロッカーはもう開いちゃってんだね。誰も騒がないから、誰も騒がないってことは誰もいないんだろうな。これ開いてんじゃない、やっぱり。なんか警戒しなくても誰もいないっていうのがなんとなく分かってきたね。なんかね、
一応取るけどすぐスクラップ、あんまり30かあんまり溜まってないな、もっと溜まってるかと思ったけど15発ぐらいしか作れないよ30じゃ。ブラスをねどっかでもっといっぱい手に入るところがあったらいいんですけどね、あんま手に入らないからな本当に。もういないね、もう誰もいないんだね。まだ1個だけ空きがあるんですね。まあこの辺の飯食っちゃえばチキンチキンライティー最悪食っちゃえばいいか。いない。あ、ブラス入ってた、またブラス入ってましたね。ラッキー。あっと、これ取れない。これバラせば取れるか。これバラして、ケンチそろそろ2回も終わりじゃないね、あと2つか、あと2つだ。違う昔の配置と間違える。最初の開幕がひどかっただけで、あと全然大したことないですね。最初の敵だけ倒しちゃえばあと全然大したことないっていうね、これ。うん、誰もいないという。あ、取れない。あ、もう取れないか。これなんだろう。ああ、豚野郎チャレンジ。豚野郎チャレンジね。豚野郎チャレンジいらないけど、別にね。カンカンはでもバラせるね。豚野郎チャレンジャー置いとくか、あのまま。あ、ここはドアがない。あ、そこもドアがない。ここもドアがない。読み込んだ。でも誰もいないね。あ、リード。鍋鍋か。鍋いらん、別にいらないけどな。いらないな。置いとくか。うん、いや置いとくんだったらバラした方がいいか。もったいないか。どうせなくなるもんね。なくなりはしないか。おーっと、ほい。おお、ほうほう別にそこに上がったところでどこないのかな。何もないかな。何もないね。何もないですね。じゃあちょっと上、ここ落ちるしかないか。ひょっとして戻れなくなったか。あ、戻れた。3階行きましょうか。じゃあ3階。ここまで来るとさ、誰かいそうじゃない、さすがにね。3階まで来ると誰かいそうな雰囲気はあるけどね。3階のやつらは出てきてないでしょ。ここはまあ例によってランドリーですね。ランドリー、ランドリーね。誰もいない。スクラップ、もう持てないね。完全に持てなくなったな。完全に持てなくなりました。あ、こんなとこに金庫がある。え、おかしくない？ここに金庫って。何それ？こんなとこに金庫あんの？
ちょっとじゃあ一回荷物置いてこようか。一瞬だ、一瞬だけ置いてこようか。まあいっぱい乗るんでね、トラックなんで。間違えた。拾ってどうぞ。まあ大体もうみんないらないのばっかなんだけど。はい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 、はい、全部置いた、はい、全部置いた、全部置きました。ということでもう一回登っていくか。よし、ここはあれ金庫があるのここだっけ。あれ違うな、金庫があるのここだっけ。あれ違うな、え金庫、あもう一個上か、もう一個上だった。ここだね、金庫あんのね。あこれだ、金庫開けよう。よっしゃ、おーショットガンの弾ね。はい。まあ何発か使っちゃいましたからね。誰もいない、誰もいないね、もうね、もういないかな。待って、椅子がある、あんなとこに椅子、こんなとこに椅子置いてある。キッチン、キッチンだからね一応ね、一応キッチンだから。包帯とか、ここを見た俺、あぶら下げてた、ラッキー、見逃しそうだった、危ない。また鍋取っちゃったけど、あここはドアがないね、ドアなしですね。血を構えていくけど誰もいないよね。そしてここは空いてる、うん、うん、誰もいない。いろいろあるのは嬉しいけどね、敵がいないと寂しいね。いっぱいいろんなものがあるのは嬉しいんだけど、ここは厳重ですな、ここ厳重だね。しかし誰もいない、しかし誰もいない。これ開いてんじゃない、開いてるんだ、やっぱね。誰もいない、あゴミ箱ない、ここゴミ箱ないぞ、珍しい。薬がやっぱりなんか必ず薬入ってるね、医療品が。医療品が必ず入ってますね。ゴミ箱ないの、あゴミ箱ない、このこの家、この家ゴミ箱がない。その代わり外にあるのか。そんなアホな。これラストかな、これラストですね、部屋的にはね。いない、誰もいない、まあ誰もいないんでしょう、まあ、誰もいない。だんだん大胆になってくる。だんだん大胆になってきますね。おお輸血キット、カンカン、ここは何もないと。あ以上じゃん、もう以上じゃん。この上もなんかありそうだけど、この上上がれないもんね。でもね、どっかから上がれるのかな、この上。行ってみたいけどね、行ってみたいね、行ってみたいが上がれない、いいよね。まあはしごつければ上がれるけどね、はしごつけて上がってっちゃうか、試しに。なんかあるかもしれない、あ待って、あこのとこにドア、窓あったっけ、あんなとこに。気づかなかったな。一応外から、外から何もないか、こういうのだけ漁っとく、とりあえず。
何もないじゃん、空じゃん。あ、リード入ってた。ちょっと一周回ってみるか。地雷がないかだけちょっと注意しないとね。紙、別に上に上がれるわけではないんですね。上がってみようか、一回試しに。どんな感じか。こんなとこから上がるのは嫌だな。ちょっと帰り遠いから、こっちから上がろうか。この辺でいいんじゃない？この辺で、この辺から上がっていくか。ぐらい。いや2個でよかったか。1個余った。ああ、でも何もないね。あ、落ちた落ちた。危ない危ない。ああ、ちょ待って待って、どこ行ってない。登れなかったのか。登れた登れた。あ、何にもないですね何もないわ。そこに車があるね。うん、まあ特にこれといって何もないといや意外としょぼかったな。意外としょぼかったですね。もっとなんかもっといろいろあるかと思ったのにな。よいしょ、これもらっとこうかついでにまあということで、じゃあここは以上ですかね。はい以上ですね。ちょっとまたなんか面白そうなとこあったら行ってみようかな。うん、はい、ということで帰りましょうかじゃあ今回はこの辺で、はい、オオカミさんでございました。またね。